はい、皆さんこんにちは、赤井です。今回もウルブズ監督キャリアやっていきたいと思います。はい、今回も、デンマーク監督キャリアのデンマークの代表監督のことですね。で、今回はイタリア戦ですね。ね、現在、グループステージ第2位ということで、まあ、得失点差は2位です。7で並んでるんですけど、まあ、得失点差がね、ちょっとっていうところでかなですねっていうところで、今現在2位ですけれども、まあ3位イタリアっていうところでね、3位でイタリアっていうところでね、相手がかなり強豪ではあるので、しっかり戦っていきたいなと思います。ということで、まあ、早速いきたいと思います。さあ、イタリアはもう本当にすごい選手いっぱいいますからね、ちょっとなるべくね、早めの失点だけは避けたいところですね。福西さん、楽しみな試合ですね。はい、どのチームも目標はもっと大きなところに置いているでしょうから、あれボヌッチか、負けられない戦いになりますね。一番前はあ、さあ2位争いが激しくなってきました。最低でも引き分け以上ですね。そして相変わらずスタメン紹介とか国歌斉唱とかそういうのは一切映してくれないやつ。すげえなんかずっとこのね、なんかフリーズしてる感があって、すごいあんまり好きじゃないんですけど。まあいいか。さあ、でもう多分選手同士のね握手が終わって、さあ今ピッチに、我々デンマークの選手がね、もうすでに出てきてますね。さあ、イタリア今日どんな選手が出てるのか全然知らないんだけど、まあ、さっきボヌッチっぽいのはいたね。さあ、あ、そうか、イタリアだと僕が好きなパリ・サンジェルマンのマルコ・ベラッティ選手とかいますね。一回僕フランス行った時に練習場でお会いしたことがあってですね、サインいただいたっていう、すごい僕が一番好きな選手なんですよ、サッカー選手で。っていうところで、まあ、その時はすごく嬉しかった覚えがあるんですけど、同じく一般的な433ですね。まあでも今は倒すべき敵ですからねって言ってたら、ああ、インシーネがいる。カットしました。ここはどうするでしょうか。いや、やっぱでもイタリア相手ってのは怖いですね。インシーネがいて、で、まあうちはエリクセンが注目選手になってますけど。慎重に攻撃を組み立てています。エリクセン、ユスフ・ポールセン、ニアにボールを入れた。うん、ちょっとクロスが微妙なあれだったな。もうちょい、ちょうどゴールキーパーとあれの中間に落としておきたかった。クリスチャン・エリクセン、中を確認したい。シモン・ケア、エリクセン、ここはよくスペースが見えていました。ああ、嘘。ポストに当たったか。ボールは枠に当たってキーパーが抑えました。マジか。味方しましたね。リードする絶好のチャンスでしたが、枠に嫌われました。インシーネ。いや、待て。ナイスクリア。クリアしました。決定的とも言える場面。素晴らしいクリア。はあ。ここはキエッリーニが行きます。キエッリーニもいるのか、そういえば。いやーね、マルコ・ベラッティ。お、ベラッティだ。やっぱ出てますね。ニコライ・ヨルゲンセン。あ、通らんか。パスコースにはディフェンスがいます。
これは相手にパスしてしまいました。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ボールがこぼれた。ナイスカット。どちらが取るでしょうか。エリクセン、うん、なんで今下がってきた。これはまずいパスでした。相手に渡ります。危険なエリアです。イタリアのチャンスになりますか。アレシオ・ロマニオリ、ロマニオリのほうか。やべ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 。ひとまず前に出しました。マルコ・ベラッティ、やべえな、インシーニ。このカットは大きい。しっかりと奪いました。エリクセン、ここは後ろに下がっています。リザ・ドゥルミシ、見事なスルーパス。エリクセン、うわマジか。キーパーがキャッチします。ラセ・シエレ、あのディフェンス、ヒヤリとしたパスでした。ボールを失いました。ピオーネ・シスト、ボールを奪った。いいタックルでした。マルコ・パローロ、これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ステファン・エルシアレム、待って、危ない。思い切って飛び込みました。勇気ある寄せを見せました。ラセ・シェーレ、リザ・ドゥルミシ、サイドから攻撃でしょうか。クソ、前に出しましたが気を抜けません。さあベラッティ、今日は容赦しない。アレッサンドロ・フロレンツィ、フロレンツィもいる。マルコ・ベラッティもう知ってる選手ばっかやんけ。いや、やば、エルシアレン、ここはシュートチャンス。危ない。シュートはバーの上を越えました。はあ、ワールドクラスがゴロゴロいる。それはまあ世界トップクラスですからね。うん、前半終了です。未だスコアレスです。いやでもちょっとあれは決めておきたかったな。この選手は前半まずまずのプレーを見せていたでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。ああそう、後半はもう少しアグレッシブにいかないと。まあでもイタリア相手に、まあまずこれはいいけど、まあ先に失点しないことが重要かなと思いますね。さあ行こう。残りは45分、イタリアのキックオフで始まります。マルコ・パローロ、チーロ・イモービ、ピオーネ・シスト、クリスチャン・エリクセン、ラセ・シェーレ、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。あ、もうしっかりついてクロスをブロック。カウンターを狙います。上がっていけるか。うわまずい。イタリア、ここは縦をつくでしょうか。中央にクロス、中央でノーマークだ。サイドからのチャンス。あ、危ない。キーパーがクロスをパンチング。このパスはまっすぐ相手に渡ります。クロスの中央に入れた。危ない。ここはクリアされました。ジョルジーニョ、お、危ない。スペースへのボール、やばって弾きましたが、危ない。ここはプレーを切りたい。ボールを大きく押し出します。左ボール、イタリアが選手を交代します。くそ、怖え。ジョルジーニ、ジャコモ・ボナベンテューラなんで後ろからまたそんなのが出てくるんだ勘弁して。ジャコモ・ボナベンテューラ、チーロ・インモービ、後ろからさらにめんどくさ、さらにトップ、これは見事に奪いました。
そ今のはちょっと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 そのまま前に進みたい。ここは先制点が入りません。危ねえな。試合が動くかと思いましたがプレッシャーがあったかもしれませんね。いやだからドフリーで打たすんじゃないよ。さあうちもちょっと一枚切りますよ。ダニエル・ワーズ選手頼むよ。さあおい、だからそこでそういうことをしない。フェデリコ・ベルナルデスキいいボールでしたがここはクリア。なんでベル、そうかベルナルデスキもイタリアか。ニコライ・ヨルゲンセン、やった。ちょっとコースが甘くなったかカットされます。ナイスクリア。気は抜けない展開です。ボールを受け取ってスローインです。デンマークの選手に交代があります。さあもう一人ここで入れ替えよう。ここはキエリーニが行きます。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。あーなんだ今のパス。ここはインターセプト。しっかり予測していました。おーダニエルバス、ね、クリスチャン・エリクセン、スルーパスが味方に通る。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。イエローカードが出ます。軽率なファウルは避けたいですね。さあここしっかりチャンス作りたいですね。ここで倒してくれたおかげでなんとかいけそう。こっからうまくクロス上げてっていう感じかな。さあ頼むよ。中の選手に合わせて得点につなげたいですね。ボールがペナルティーエリアへ。ひとまず前に出しました。デラネ、クロスがディフェンダーに当たりました。前に出しました。ユスフ・ポールセン、タッチライン際を上がれそうです。ヘディングはキーパーがセーブ。簡単にはゴールを破らせられませんね。残り5分となりました。どちらも膠着状態を打開できずにいます。味方の位置を確認する。ビクトル・フィッシャー、くそ、ここで大きく前に出します。チーロ・インモービル、フェデリコ・ベルナルデスキ、これはまずいパスでした。相手に渡ります。ニコライ・ヨルゲンセン、いや何言わの取ってれば大きかったけどな。チーロ・インモーブ、これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ポールセン、残りの時間は少ないですがデンマークが攻撃に出ます。くそ、ここで試合終了。ドローとなりました、うん、試合は引き分けに終わりました。まあ、負けなかったのだけは良かったけどね。この試合どうご覧になりましたか。確かにいやチャンスはあったからできれば勝ちたかったけど、しかしシュートまで持ち込めたシーンは意外と多くないんですよね、うん、それが原因でしょう。勝っておきたかった。まあチャンスはあったから勝ちたかった試合でしたね。はい、ということでなんとか引き分けで終わることができました。ということで、まあ、今の、ね、デンマークの順位がどんな感じかを見てみましょうか。これやね、ユーロ予選、イタリアと引き分けた、オランダも引き分けてますねっていうのもあっ
て、まあ、得失点差は、お互い変わらずだね。うちが 0-0 で多分向こうは 1-1 で引き分けっていうことで、まあ、得失点差は変わらないので、向こうが5点こっちが4点かな、勝ち点プラス4なので、まあ、ちょっと勝ち点差の関係でオランダの方が上にいますけれども、まあ、まだまだ逆転はできるし、まだまだ下のねイタリアなんかも本当にまだ逆転の目が全然あるということでですね、まだまだこっからね、きつい試合が何試合も続いてくるかなと思いますので、しっかりやっていきたいと思います。はい、ということで、次回からはですねまた、ウルブズの方に戻ります。現在ウルブズは現在橋は終わった時点で、現在4位ですね。ということで、まあこのまんま、行きたいところですけれども、まあまだまだ、まあトップとは、勝ち点4差ですね。まあまだ全然いけるところやとは思うので、そっちもね全然やっていきたいなと思います。はい、ということで、ちょっと2回ぐらい、ウルブズとは、あんまり関係のないところでっていうところだったんですけれども、見ていただいてありがとうございました。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。